はい、それでは引き続きいきましょう。いきましょう。じゃあ次呼び込む MC はこいつだ。どうぞ。どドタマの対戦する MC はこいつだ。ルーメイ。はい、では両者先攻後攻のじゃんけんをしてください。はい、お願いします。じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんほい。ここでオッケー、じゃあ後攻がドタマ、先攻がミミ。オッケー、じゃあ先攻がミミですよね。いや、僕先攻ですね。僕先攻です。そうやね、はい、先攻がミミ、はい、後攻ドタマですね。はい、はい、それではヤナさん、ビートを聞かせてください。ビートはこれだ。スキルフルな戦いが期待できるじゃないでしょうか。いいですね、さすが DJ やるだけ。はい、よ、はい、じゃあ行きましょうか。先攻がミミメイ、後攻ドタマ、 DJ やるだけ。誰が相手でも動じねえ、俺はこのシーンにおける得意点、スキル超次元かつ高次元、かっけえっすね、これ社交辞令かな。始める、これは建前、引いた引き金、外す止めがえ、ザコキャラここで消えちゃえ、軽く締め上げる悪口メガネ。この審査まだ話聞いてなかった。俺絶対これなると思って読んでたけども、あんたのその前のめりなマイノリティのスタンスでも OK、 発祥説も数えられないベテランってマジどうなん、話になんねん。ファーク、失礼、謝ります、ごめんなさい。未明君は天才青年、そんな言ってる38歳の俺も限界ねえぜ。上までマナーを覚えて、ルールも覚えて、倒し方も覚えて、今年3回目、バイバイね未明君、今日も敗退です。なんては言わない、君がかっこよくて上手くてキレキレなのは知ってるけど、俺は俺なりにやってるからまだあるって。嘘だよ、全部覚えてるよ。だからちょっとヒヤッとさせてみたぜ。陽気なふりした兄ちゃん、陽気のふりした陰キャ、陰キャでもマイク握って輝いてる俺かっこよくね。嘘、嘘ついた、この人嘘つき、嘘つき、だせ声噛んだかい、あんた噛んだかい、それとも間違ったかい、わかんないが引けあんだない、俺のパンチライン、まるでハンバーバーキみたい。またなした頭にな、どうたまの頭に弾丸ワンショー打ち込む感覚だ、聞こえる弾末魔、余裕すぎマジで、あんたはなんかうまく見せかけてる、声が高いだけじゃ超えられないし、俺にあげの前のお目が高いかも。1ターン目と2ターン目の声量全然違うぜ、陰キャってワード出した途端にブチ切れた、あれマジそれって図星かな。ごめん、そんな湧かないで、彼をいじめてるわけじゃないんです、まるでひとし松本、これは事故になっちゃうよ。俺はオリラジあっちゃんじゃないけど、パーフェクトヒューマン、ルールも覚えて、乗り方も覚えて、韻の踏み方も覚えてきたよ、凍えてきたよ、凍えてきたよ、ここはマイナス、コールド、コールドゲーム、完全勝利、いえ不完全で燃焼になっちゃうよ。また噛んだかい、その噛んだかい声笑える、陰キャで何が悪いの、あとなんかキーキー言ってんのお前の方だろう、そういう陰キャは置いといて、お前は人の話で落ち込んでる、まるでノイローゼ、声だけメンヘラ女子高生かよ。笑わすなってお前、話になんない、俺は陰と言葉に秘めたこだわり、バイバイミスター、いいとこ止まり、あんたはいつまでたってもシーンじゃその程度のスキルってことだぜ、お前らお目が高い、こいつが勝っても取れなかないから。
メンヘラ止まりかもしれないけど、メンヘラ女子高生よりも俺は整理整頓もしっかりして全知全能のラップしに来てる MC だぜ。さっきからハンマーバキとか前もなんかなんだっけ、なんかごめん詰まったけど、詰まらずに前に進み続ける俺はスポットライト、フローと内容磨けてきたぜ。20年選手のフローと代表、耳を殺すことに躊躇もないよ。俺のラップキレキレで続けてる、うんことマンコ両方から生まれた、つまりはエログロヘボクソなど言わない。オーケー。聞きたかったけど、うん、まあトリッキーなビートで、ね、はい、さすがでございます。ではじゃあ先行の、はい、では決めましょう。はい、それでは聞きます。先行未明が良かった人、はい、高校ドタマが良かったやつ、ウィナー未明。延長かな思った、やった。ドタマさんなんか、あ、そこ置いて、いや、なかなかスキルフルな対決でしたね。いやもうちょっとアカペラずっと聞きたかったけどね。そうですね、うん、ほっといたら永遠とやりますんでね、うん、まあやりたくなりますよ、はい。